今日金沢ゴーゴーカレースタジアムに姿を見せたのはサッカー日本代表キャプテンの遠藤航選手と現在ドイツのチームでプレーするチェイス・アンリ選手です。今回遠藤選手がチャリティーイベントの発起人となり能登地区と内灘町のサッカーチームを招待、およそ110人の選手が集まりミニゲームなどを通じて交流を深め、終了後は記念撮影をしたりサインに応じていました。一緒に試合ミニゲームをできてハイタッチできたのが楽しかったです。辛い思いをした子たちがね、少しでも楽しんでもらえたらなっていう思いで今日一緒にプレーしましたね。遠藤選手は引き続き能登に向けて支援できることをしていきたいとも話していました。